ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちらです。レゴラジ、ついにマンダロリアン見始めました。シーズン2の4話まで見ました。これはドラゴンと戦う時のやつですよね。なんかタスケンか、マンダロリアンを攻撃してません？ま、いいか。とにかく初チャイルドゲットです。ブリックヘッズのマンダロリアンの動画もありますので、ぜひ。レーザークレストも欲しくなってきました。今回のセットは3袋で、説明書1冊でした。まだ発売されてないやつもありますねー。だいぶコンパクトになってますよね。今現在は、マンダロリアンにしか興味がないんですが、見終わったら、クローンウォーズ見る予定なので、またいろいろ欲しくなりそうです。これが欲しくて買ったんです。今日はちゃんとマント出てきた、わら。マンダロリアン、チャイルド。今回はチャイルドタイマーです。一周すると完成です。スピーダーって映画版のイメージが強かったんですが、ほんといろいろあって、みんなかっこいい。袋1完成です。続いて袋2です。タスケンのキャンプ？隠れ家の組み立てです。まさか一緒に戦うとは思ってもいませんでした。レーダー、そもそも、あの君のあれは構成が低いだことなのかな。とにかくサイドピープルってやつらは、怖いイメージだけでした。映画見ただけでわからんことが、結構ありますよね。こうなったら映画も、ちゃんと見直さないと。袋に完成です。ラスト3袋目です。これは、ドラゴンと戦った時のあれですよね。モンハンでもよく使う、バリスタですよね。そうだ、大事なことを言い忘れていました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。可能な限り、毎日。いや、毎日ってほんと大変。完成です。それではごゆっくりどうぞ。もう一度見てみましょう。チャイルドが乗れるんですよ。スピーダーもかっこいいし、最高ですね。45。だいぶマンダロリアンとは何なのかも分かってきました。でも、集めてるあれが何なのかはよく分かってません。わら。一応、顔は伏せておきますね。なんでこんなに可愛いのでしょうか？でもフォースの力？箱出しですよね。正直よくわからないんですが、そろそろわかるんですかね？可愛くない。
やっぱり、あのイメージが強い。ここで製品説明。こちらのセットは、2021年1月22日発売。277ピースで、ミニフィグは3体。価格はレゴストアで、税込みで4067円でした。Amazon は売り切れで、転売価格だったのでよく確認を。501部隊のようにはいかないだろ。わからんのかね？などと言っている間に、タス剣の隠れ場が崩壊しましたね。わら。レゴラジあるあるですので、気にしないでください。そして最後は、バリスタです。これは、モンハンでもよく使われますね。超大型モンスターの動きを止めるために使うやつですよね。マンダロリアンでは、怒らせるために使ったのかな？それでは皆さんお待ちかね、バリスタ発射のお時間です。グレートレゴラジがやってきましたよ。あいつ、ジュクシジュクシってうるせえからやっちまえ。ここで衝撃のお知らせ。これ、何度も売ってますが本当の打ち方を知りませんでした。説明書にはちゃんと書いてありました。こんなはずでは。説明書はちゃんと読みましょう。上から押すだけです。ご視聴ありがとうございました。